久美のちょこっとバスフィッシング。さあ始まりました、久美のちょこっとバスフィッシング。今回は前回大好評です、プロのガイドの皆さんとバスフィッシングについてトークしていきます。第2弾です。皆さんよろしくお願いいたします。夏の釣りの注意点、例えば暑さ対策とか虫対策とか、いろいろあると思うんですけども、ガイドの目線もしくはバス釣りならではの注意点とかありますか？もうやっぱり日陰のないとこで釣りをするから、日焼け対策と、やっぱり水分をまめにとって熱中症対策、なるほど、これはもう皆さんに言えることだし、徹底しないと本当に倒れちゃう、かなと思います。紫外線対策なんですけど、暑さ対策も含めたなんですけど、実はこういう T シャツ1枚よりも中にこう腕をこう隠すものがあった方がいいんですよね。もうね、直接太陽当たるとじりじりとやっぱり表面が熱持ってくるね。それを逆に薄い白いシャツを長袖を着ると日陰になるよね。なんか暑そうには見えるんだけど、なんか意外と涼しい、だからやっぱそういうちょっと対策してもらって、薄着がイコール涼しいではなく、ちょっとなんか羽織って紫外線をカットするようなもの、っていうのはもう絶対必要かなと思いますね。脱水症状ね、起きやすいんで、喉乾いてから飲む遅いですわ。喉乾く前に、もう30分おきに飲んでて、どうしても集中しちゃって、そうやな、そうかそうか、そうですね、集中して1時間ぐらい何も飲まないね、喉乾いた時にはもうちょっとやばい時あるんで、喉乾く前にそれ意識して、そうそう、30分おき、じゃあマシです。なるほど。去年とか多いんですけど、結構スコールみたいなのが結構琵琶湖あって、もう向こうから遠くでも結構もう真っ黒い雲とか見えて、もう雷鳴ったら結構ちょっと上がる準備をしてもらった方がいいかなと思います。夏はね、その本当通り雨、雷雨、月もんやから、岸釣りの方も含めてやっぱり自然のお遊びなんで、やっぱり雷雨が近づいてくると危ない、レーダーがあるから、そうそう、前にもね、レーダーでこまめに見たらほんまに逃げれるんで、そうそうそう、雨雲レーダー、そっちを見といた方がいい。こまめな水分補給とこまめな雨雲レーダーチェック、すごい時代やろこれほんまに。あとはね、もうボートの上やからね、その虫とかそんなはあんまりないし、まあビアコムシがちょろっと飛んでるぐらいで、夏場は知れてるかな、朝だけやね、そうそう朝だけ、まあ本当に今言った熱中症と日焼けと雷雨ぐらいですか、この夏プロの皆さんにガイドをお願いしたいと思ったら、もうリブレのガイドの皆さんにね、ガイドをお願いしたらいいと思うんですけれども、親子で申し込みたいっていう方もいらっしゃると思うんですけども、もちろんそれは OK、 もちろん、もちろん、もちろん、ウェルカムでした。初心者からベテランになって帰ってもらえるわけですから、親子でも何でも OK です。全然 OK、 もちろんじゃあ1人でも OK、 友達同士でも、女性一人でも OK ですよ。ぜひぜひ皆さんね、リブレの皆さんとこの夏エンジョイしていただきたいと思います。今回は夏の釣りフューチャーして皆さんとワイワイ喋らせていただきました。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。次回をお楽しみに。